1608年のリア王しおり版の表紙。リア王は、ウィリアム・シェイクスピア作の悲劇。5幕。1605年から1606年頃初演。シェイクスピア次第悲劇の一つ。ブリテンのローオーリアは、王位を退くにあたって、三人の娘のうちで高校なものに領地を与えると約束する。還元を浪した長女と次女に領地を与え。 素直な物言いをした三女を怒りのあまり追放してしまう。しかし、信じて頼った長女と次女に裏切られ、ルローの身となる。やがて三女の真心を知り、フランス王妃となった彼女の力を借りて二人の軍勢と戦うも敗れ、三女は処刑、狂乱と悲嘆のうちに、リア王も没する。リア王に従う道家の皮肉に満ちた言葉は、現世の不条理を深くつき、 4大悲劇中最も壮大な構成の作品との表もある。リア王には異なる2つの版がある。1608年に4折版で出版されたザ・トゥルー・クロニクル・オブ・ザ・ヒストリー・オブ・ザ・ライフ・アンド・デス・オブ・キング・リア・アンド・ヒズ・スリー・ドーターズとより劇的な1623年のファースト・ホリオに収められたザ・トラジェディ・オブ・キング・リアである。これまでは2つの版を合成して出版するのが 通例だったが、近年になって、オックスフォード版や、ニューケンブリッジ版など、2つをそれぞれ独立した作品として出版する場合が多い。リア王のモデルは、ブリトン人の伝説の王レアで、それに関する様々な文献が、リア王の財源となっている。その中でも特に重要なものは、刺激でも取材源として使っていたラファエル・ホリンシェットの年代記だが、 これは12世紀のジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王氏に基づいている。1590年のエドマンド・スペンサー作、妖精の女王にもコーディリアという名前の登場人物が出てきて、リア王同様殺される。他の財源としては、ジョン・ヒギンズの異性者の間、ジョン・マーストンの不満化、シェイクスピア外転のロンドンの報道者、フィリップ・シドニーのアーケリア、 1603年に、ジョン・フロリオが英訳したミシェル・ド・モンテーニュの、エッセイ、ウィリアム・ハリソンの、アンヒストリカル・ディスクリプション・オブ・アイランド・オブ・ブリトン、ウィリアム・キャムデンの、リメインズ・コンサーニング・ブリトン、ウィリアム・ワーナーの、アルビオン・エス・イングランド、サミュエル・ハースネットの、エー・デクラレーション・オブ・イグリジェ・ス・ポピッシュ・インパスチャーズ。エドガーが狂気を装った時に使う、言い回しのいくつかが挙げられる。リア・オート。 内容が類似した、レア王という作者不詳の劇がある。アーデン版の編者 R.A. フォークスは、シェイクスピアはこの、レア王のテキストを財源にしたとするが、リバーサイド版の編者フランクカーモードはその時には、すでにシェイクスピアは、リア王を書き上げていたと反論している。1936年、エース・ケアン・クロスは、二つの劇の関係は逆である、つまり、シェイクスピアの、 リア王が先に書かれ、レア王の作者はそれを模倣したのだと主張した。しかし、1594年の書籍出版業組合、記録にレア王の記載があり、同年のフィリップ・ヘンスローの日記にも、レア王1594年に、ローズ座で感激したという記録が残っている。しかし、この二つは、綴りは違うが、リア王のことだとする意見もある。ちなみに、 レア王はめでたく終わっているが、シェイクスピアは悲劇とし、レア王には登場しない同系やグロスター博覧に関する話がある。出版登録がなされたのは1607年11月26日で、1606年12月26日に、宮廷で上演されたと記されている。よって、1606年末以前に書かれたと考えられる。 もし出版されたレアをお元にしたのであれば、1605年の下半期から1606年の間に執筆されたことになる。初演は、シェイクスピアの属するグローブ座であると考えられる。だが1681年、ネイアムテートによって喜劇に仕立て上げられ、話の筋を大幅にハッピーエンドに書き直した。例えば、リア王は最後に福井氏、同家も、 ゲボンという理由で登場しない。この改変された版は、以降19世紀前半まで上演され、1838年に、ウィリアム・チャールズ・マクレディ主演、演出によるオリジナルの、リア王が上演されるまで続いた。おそらく1769年のジャン・フランソワ・デュシーによる上演で、リア王を演じた、ルート・ビヒ・デブリオンを描いたエブリテンの王であるリアは、高齢のため退位するにあたり、 国を三人の娘に分割し与えることにした。長女ゴネリルとジジョリーガンは巧みに還元を老子不王を喜ばせるが、末娘、コーディリアの実直な物言いに立腹したリアは彼女を感動し、コーディリアをかばったケント博も追放される。彼女は感動された身でフランス王妃となり、ケントは風貌を変えてリアに再び仕える。リアは、先の約束通り、 二人の娘ゴネリル・トリーガンを頼るが、裏切られて、荒野をさまようことになり、次第に狂気に取りつかれてゆく。リアを助けるため、コーディリアは、フランス軍と共に、ドーバーに上陸、父との再会を果たす。だが、フランス軍は、敗れ、リアとコーディリアは、捕虜となる。ケントラの尽力でリアは助け出されるが、コーディリアは、獄中で殺されており、 娘の遺体を抱いて現れたリアは悲しみに絶叫しようる。多くの映画バージョンがあるが代表的なものを下記に記す。作品をもとに制作されたドラマを下記に記す。ありがとうございます。